井の中の蛙ず大海を知らず、されど空の青さを知る。今回からはこの本の中身に入っていくということで、第一章として神谷さんって一体どんな人なのと、そういう話をしようと思います。この本によると、小学5年生までの神谷少年は勉強もスポーツもダメダメで、まあやる気のない少年だったんだそうです。ところが5年生の時に担任の先生から、神谷君と、君は人をまとめる才能があるから学級委員をやってみないかというふうに言われたらしいんです。で、実際にやってみたところ、ああと、確かに自分には人をまとめる力があったんだなということに気づいたらしいんですよ。ここで初めて自分に自信を持てた神谷少年だったんですけど、ちょうど同じ頃、初恋の女の子がいました。で、その子になんとかこう自分を見てほしいと思って考えた結果、よし、足を速くしようと思いついたらしいんですよね。なんともまあ小学生らしい発想ではありますよね。小学生男子ってほら足が速いとモテますから。そんなわけで、足を速くするために毎朝の走り込みを始めたら、ぐんぐん足が速くなったらしいんですよ。そんな経験から神谷少年は、人間というのは自分の意識の持ち方次第でいくらでも変わることができる、それにブレーキをかけているのは他ならぬ自分自身に過ぎないんだと、そういうことに小学生にして気づいたということなんですね。要は先生に才能を見出してもらう前の自分というのは、どうせ俺なんて何したってうまくできないからと思い込んで何もしなかった、結果として何もしてないわけだから何の成長もないよねと、そういう当たり前の結果になっていただけなんだということに気づけたということです。早いうちに大事なことに気づけた神谷少年だったんですけど、中学時代ではやらかします。なまじ勉強も運動もダメダメだったところから自信をつけてしまったもんだから、もう大変です。自信満々なわけですよ。俺はあいつらとは違うんだみたいな、そういう傲慢人間になってしまって、結局クラスメートとも先生ともいい関係を築けずにぼっちになってしまったんだそうです。で、高校に入ってからはこの反省から、まあ、自分のね考えとか思いを、まあ、真剣に話せる相手が欲しいということで、彼女を作ろうと思ったそうなんですよ。ところがいかんせん俺がっていう感じが強すぎて、まあデート初日でドン引きされてあっさり振られたそうです。で、この失恋をきっかけに学校に行かなくなるんですけど、まあでもそれは失恋のショックでこうやけくそになったとかそういう話ではなくて、どんなに勉強や運動ができて人をまとめる力があっても、自分の大切な人に好かれない人生というのは虚しいよねということに気づいたからなんだそうです。で、高校の時はまああまり勉強しなかったんで、当然いい大学にも行けませんし、大学自体もまあつまらなかったんで、このままダラダラ過ごすのは時間の無駄だと考えて、2年間バイトをしまくってお金を貯めてカナダに留学します。その時に出会ったアジアからの留学生っていうのが、神谷さんの中で強烈なイメージとして残ってるんだそうです。というのも、アジアの留学生2人と神谷さんの3人でまあ話をしている時に、君は日本人としてこれからの日本をどんな風にしていきたいのという風に聞かれたことがあったらしいんです。この質問に対して当時の神谷さんは頭が真っ白になってしまって、本当に何も答えられなかったそうです。で、苦し紛れに、君たち2人は自分の国をじゃあどんな風にしていきたいんだいという風に聞き返したら、2人合わせて3時間自分の国の歴史のこととか、その歴史を踏まえた上で現状こういう状態になっている、だからこうこうこういう風に変えていきたいんだみたいな話をされたそうです。この時に初めて神谷さんは今まで自分がいかに自分のことしか考えていなかったかっていうのを思い知り、それと同時に日本で自分の周りにいた人たちの中にもこんなすごい人たちは全くいなかったということにも気づいたらしいんですね。で、このままではやばいと、こんなすごい海外の人たちと同じ土俵で日本人が競わされる世の中になってしまったら、これはもう太刀打ちできないぞと、そういう危機感を覚えたそうです。この出来事をきっかけに、まあ、カナダの大学も1年間休学して世界20カ国以上を見て回ったそうです。で、今の日本がいかに恵まれてるのかっていうことを理解できた反面、なんでリアルな世の中のこと、世界のことっていうのを日本では誰も教えてくれなかったのかと、そういう怒りの感情も芽生えたらしいんですね。
ただこれはまあある意味仕方のないことではありますよね。だって今の日本でそんな世界のことをリアルに知ってる日本人なんて僕も含めてほぼいませんから、わからないことは教えられないです。で、世界を見て回った後に日本に戻って大学の友達なんかに、自分のことだけじゃなくて日本の未来のことなんかもちゃんと考えた方がいいんじゃないのか俺たちは、とそういう話をすると、神谷のやつはなんか変な宗教に入って戻ってきたみたいなことを言われて露骨に避けられるようになったそうです。その後は日本の教育を変えるんだと意気込んで市議会議員になってはみたものの、大阪では共産党の勢力がやたら強くて日本を大事にする教育をするんだみたいなことを言うと鼻で笑われてしまったりとか、父親の会社が倒産してその後処理に追われてしまったりとか、まあおよそ順風満帆とはちょっと言い難い経験もされているようです。そして学んだ結論っていうのが、大きなことをやろうと思ったら自分一人の力ではまあ無理だと、だから同じ志を持った仲間をまずは集めようと、そういう結論に至るんですね。その結果2013年から始めたのが YouTube の情報チャンネル CGS です。ここで前提となる基礎知識、歴史や経済とか世の中の仕組みとか、そういう前提知識を学んでもらって一緒に活動していこうということですね。ここには神谷さんの信念がこもっていて、その信念っていうのが、受け取る情報が変われば意識が変わる、意識が変われば人生が変わるというものですね。まさに神谷少年が5年生の時に得た学びの発展系とも言える言葉です。それから CGS での情報発信っていうのをずっと現在進行形で、まあ10年近くやられて、2年前に参政党を結成して、まあ今回の参議院選挙で国政政党になるに至るということですね。今回は神谷さんってこんな人ということで第1章の中身をざっくりと解説しました。次回は第2章ということで近現代史の方に入っていきます。僕がすでに過去に300本近くアップしている、まあ、近現代史動画のダイジェスト版みたいな、そんな感じのイメージの動画になるかなというふうに思ってます。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。またいいねボタンを押してもらえると動画が広がるみたいなんで、そちらの方もよろしくお願いします。合わせて配信している日本近現代史、朝鮮半島史、学問のすすめの解説動画、それから政治経済とか教育とか、そういう話もちょいちょいしてますので、そちらの方もよろしくお願いします。